ああ、みんなが驚いてる。そうなんです、29日がノーパラ公演がそう復活するということで、もう結構前からしてたんですけど、やっぱびっくりしましたね。もうここでノーパラが来るのかと。てっきり4月で最後だと思ってたので、まあ、最後の気持ちでやったので、もう一回その力を出さなきゃっていうような思いはあるんですけれども、そうだよね。しかも結構ギリギリに発表でさ、いつ来るのかなって、発表いつなんだろうと思ってたら今日だったので、そう、びっくりですね。ご帰省が一度に見えるなんとお得な、だってそうだよ、ご帰省全員が見えてますよ。そうそうそう、ご帰省で楓ちゃんとはもう多分最後じゃないですか、ノーパレーションできるのはね。いろいろなそんな気持ちがあったらさ、なんかもうリハーサルはやったんですけど、あ、楓ちゃんとここで目合わせたなとか、ノーパラの2曲目新芽だったなとか、ここはこうしようねってやったなとか思い出したりしてさ、楽しみだね、楽しみですね。なので楓ちゃんと素敵な思い出を最後は作れたらいいなってめちゃめちゃ思います。うん、帰省してるから行けない、そうだよね、多分そういう方も多分いっぱいいると思うんですよ。うん、そうなので応援してて応援してて、めっちゃ行きたい、だってめっちゃ来てほしい、ファンの方いっぱい来てほしいよ。そう、七色とチーム公演を踏まえての、まあまたノーパラなので、多分絶対成長した姿見せれるように、あとファンの方の期待を超えていけるような、うん、なれるといいなと思って、みんなとこの前練習しました。応募が殺到しそうだって、だといいんですけどね、なんかそういうのもあるといいなとはめっちゃ思いますね。なのでね、行ける方はぜひ申し込んでみてください。今年最後が最後の多分公演ですよ、リノは30日は出演しないので、最後の公演ができないになりますようにってめっちゃ思います。そうなの、素敵な日になりますようにって、ファンの方と楓ちゃんと一緒に過ごせますようにって、誠実に切実思います。こんばんは、りなちゃん、こんばんは。フレ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 。でもさ、昨日おしゃべり会があったんですよ。でおしゃべり会があった時に、ノーパラが好きですってファンの方がもうめっちゃ多かったんですよ。こんなにノーパラってファンの方から大人気な公演だったんだと思うくらい、ノーパラがなんか本当に好きでしたって方が多かったから、うん、嬉しかったですよね。なんか他のリノも好きなんですよとか言ってたんですけど、でもなんか中にはご帰省でするノーパラが好きですとか、ペガサスのユニットのところが好きですとか、振り付けが好きですとか、そんなんもね伝えてくれたりとかして、あ、ノーパラ、まあね、それがリたちご帰省全員の劇場デビューの公演なので、ちょっと変わった曲が多いんですけど、ちゃんと草原の奇跡と片思いの卒業式泣かせに来る曲もあったりとか、なんか海賊さんのシアターパイレーツになったりとか、そういろいろコロ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 変わるんですけど、ともよもいい曲じゃない、めっちゃ、うん、そうそう、私はうん、こんばんは、りのちゃん、こんばんは。
可愛い曲が好きだって。可愛い曲はクリスマスがいっぱいが一番可愛いですね。もうそろそろの季節だしね、うん、今までノープラ好きって言われること少なかったな。だってなんか多分なくなってからこういうのって気づくんじゃないんですか。多分やらなくなってから気づいたのかなって。言われることが多くなったのはやっぱ最近だったから、なんか伝えられることは今伝えてほしいです。うん、なんかノーパラがなくなってからノーパラ好きでしたって、なんか好きなことに気づきましたとかね言われることが多かったので、なんかやってる時を、大事にしてほしいなって自分もそう思うんですけど。楽しみだね。楽しみですよね。ひよちゃんのくるくるパーが好き。体調しましたね。2回転するとやっぱファンの方がおーってなるし、なんか MC1 でさ、あ今日はここかもしれないみたいな、この位置にいるからもしかしたらマリアかもみたいな、そんなこともあったりしたから懐かしいですね。うん、泣いちゃうって言いながらめちゃめちゃ笑った顔持ちなんだけど本当に泣いちゃう。うん、そうなんです。こんばんは。なので29日はよろしくお願いします。嬉しい。ノーパラ最初から好きだったよ。ありがとう。なんか嬉しいですね。リノの骨骨が見たい。ありますかね29日、リノの骨骨あるかな。どうする、ブーちゃんと一緒に、チャーンチャーンチャーンチャララララズッチャッチャズッチャズッチャッチャズッチャトゥ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 。意外と長くて歌詞が多いからね、骨も覚えられるんですけどね、骨も覚えるじゃん、歌詞いっぱい覚えられるんですけど難しいんですよね、あれ。トゥ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 。でもやっぱイブハルの骨骨ワルツは優勝ですよね。いまだに可愛いなと思うもん。イブハルの骨骨ワルツめちゃめちゃ好きだったよ。りの写真何枚撮ったかなってくらい可愛かった。可愛かったな、イブハルの骨骨。ユニットは誰が決めているんだって、マネージャーさんです。自分たちでは決めていません。でもね、2回目の生誕祭からは選べたらしいですよ。ちょっとあるだったからわかんないけど、選べたらしい、メンバーまで。姉ちゃんとやったらって、姉ちゃんともやりたいけど、本家様様のブーちゃんともしたいな。優勝だって、優勝優勝。最初に見たノーパラはヒノの生誕祭、あれ面白かったよね。自分の生誕祭を客観視してみても面白かったなって思います。それは5期生のおかげなんですよ。ヒノがただ踊って歌っただけじゃあんな面白い生誕祭にならなかったから、5期生がいてファンの方がいてスタッフさんがいてできた生誕祭で、なんかすごい楽しかった生誕祭。だから2年前の17歳、楽しかったな。ちゃっちゃっちゃつっちゃ、みのちゃんやつっちゃっちゃつっちゃ、ぷぷぷぷぷぷ。
なのでお楽しみに。29日、ドキドキワクワク、知りたいワクワク、だんだん気になってくる、そういうやつでいるんじゃない。嬉しい。年明けの横浜のおしゃべり会ではにのちゃんとお話できるのが楽しみです。ね、そうだったんだね。でもこの前福岡の会場も行ったんでしょ。ね、そう、横浜のおしゃべり会に行きますとか、アウトスタンディングのおしゃべり会に行きますって方も多かったから、嬉しい、楽しみ。にのの楽しみはその日です。今キャッキャッキャッキャー、こんばんは、だって、こんばんは、もう寝ますね、だって、おやすみ。だって遅いもんね、もう今日、ごめんね、もう22時50分だもん。早めに終わりにします。29日何があるの？ノーパラー、よろしくお願いします。てててててて、暖かそうな格好しとるね。ゴリラのパジャマ、去年 GU で買ったやつ。クマ、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 クマ。でもフードがあると、フードかぶって寝ればいいんですけど、フードが取れちゃうとここは首が痛くなっちゃうんですね。りのちゃんにしては遅い時間。そうだよね、りの、あんまこういう遅い時間にしたことないけど、今日はなんかちょっと遅くなっちゃった。やったー、おめめとうだって、ありがとう。ちょっと待ってね、えと気になるよね。そう、気になるのね、とき、フード。ありがとう、ピース。おめでとう、だって。ありがとう、ヒートテック。この前のさ、ありがとうございます。この前のさ、赤い、昨日投稿したインスタの写真の赤いやつあるじゃん。あれ、全部ヒートテック見えたんだ。全部ね、全部ヒートテック見えてたんですよ。昨日のインスタに載っけた赤の写真、赤の洋服の写真、全部全部ね、ヒートテック見ると泣いちゃった。こうやってポーズした時にさ、ヒートテックが見えてて気づかなかったの、恥ずかしい。で、しかもそれをファンの方の、DM で気づくという。恥ずかし、恥ずかし。ありがとう。パチパチ。おめでとうだった。ありがとう。ありがとうございます。チキーン。全部ヒルデクでした。そう、全部出てた。本当に恥ずかしくって気づかなかったんだよね。でもバリバリ顔を決めてるからさ。面白いとか思って笑ってしまった。見えちゃうのよ、ヒートテック。絶対に着るよね。寝るときはちょっと暑いから脱ぐときあるけど、今日寒いから。てってってってて、そう、しかもね、右左どっちかだけしか見えてないの。恥ずかしい。急いで着替えたからだろうね。そうなの、ギンガムチェックからのヒートテック。ギンガムチェック。あ、でも今日インスタに載っけたところ見た？お豆腐屋さん見た？インスタの投稿のね、あのお豆腐がね、めちゃめちゃ美味しかったんですよ。
見てない方見てね。でね、あのね、生チョコがあるんだけどね、生チョコはね、お豆腐で作った生チョコなんだって。すごくない？うっかりのちゃんだって。え、ま、見てみて。恥ずかしいんだけど、もうのっけてしまったからしょうがない。全部見えてるの、ヒートテックでもそれがこうなってるの。しかもだいたいさ、こんなことしたりとかするじゃん。全部見えてるから、これから気をつけよう。ヒートテック持ってません。絶対買った方がいいよ。ユニクロさんにレッツラレッツラ。あのね、1枚持ってるだけでね、強くなれる寒さに。黒もあるから服に合わせてあるとなおさら良いと思う。ネギの乗ってる丸いのは豆腐。そう、なんか揚げ豆腐みたいな。美味しかった。ここも見えてる。美味しかった。うっかりのちゃん、おでんを食べています。言われなければ気づかない。いや絶対気づくおかしいもん、ちょっと白が多い。いや気づく気づく、みんな気づかなかったんだよね。恥ずかしや。しかもこの日めっちゃ可愛く撮れたのね。キュウリに撮ってもらったんだけど、可愛く撮れたんだ。豆腐大好き。リナもお豆腐好きなの。お豆腐めちゃめちゃ好きで、あの美味しかったんだよ。ぜひ行ってみてください。お豆腐、リナちゃん久々に来たよ。ありがとう。確かに久々だね。めっちゃ元気にしとった。みんな元気にしとった。56分だから10分に終わりにしよう。実家がお豆腐屋さんだったからたまにもらえる。お豆腐ってどうやって作ってんだろうね。お豆腐あんまり好きじゃなかったんですけど、好きになって、おいしいおいしい。厚揚げが好き。あ、でもリノあれ食べれるなってよ。油揚げ。油揚げもお豆腐よね。油揚げ食べれるようになった。美味しい。あれ、あの豚汁とかに入ってるやつめっちゃ美味しい。油揚げっていうの。タララタタタ、美味しいよね。目がかゆい、目がかゆい。きつねうどんが好き。明日はカレーが食べたいから夜ご飯は唐揚げにしてもらいました。あ、違えた、カレーだった家で食べるカレーとか久々なんだけど、全然作ってくれなくて。カレーが食べれます、明日。ふむふむだって。ふむふむ、助言さんありがとう。ふむふむ、マトーさんありがとう。ゆうきちゃんかわいいの。かわいいのね、ありがとうございます。おかもよしひろさん、まなびーぽよん、おかもゴロゴロ、ビーバップさんもありがとうございます。ゴロゴロ、コムさんありがとう。眠たいよね、ありがとうございます。トモイン、お花クマありがとう。トモちゃんもありがとうございます。ぴょん、なべたかさんもありがとう。サティさん、吉田さん、クワちゃん
ありがとう、くわちゃん。ケロックにさん、いいね、ありがとうございます。誰の魚さんも手袋ありがとう。パクパク。キーマカレーも食べたい。いやだ、でも普通のノーマルカレーが食べたい気分。ぽよん。あ、そういえば昨日ぽよんやってって多かったね。ぽよん。切ってのおかゆ屋さん行ってきたよ昨日。おいしいでしょあそこ。麻婆豆腐が好きだって。え、リノが食べたメニューと一緒じゃないですか。カレーは何から何があんの何があんの、何があんだろう。リノはえ、中辛くらいじゃない。甘口はもう絶対食べません。昔プリキュアカレーとかが好きだったんだけど、もう食べれない。そんな 甘たいやつ。甘たい甘たい。え、中辛か。中辛の上ってなんだ。中辛の上はひのたん、こんばんは。ありがとうございます、ありがとうございます。辛口はいけないかもしれないので、中辛ですね。リノ中辛。うん、かな。こんばんは、こんばんは。うん、中辛、中辛、辛口一番おいしい、おいしく食べれる味が好きかな。そう、でも明日の夜ご飯はそうしてもらった。なんかカレーって食べたくなんない？リノはさ、あんまさ家の中で食べないからさ、食べ過ぎちゃうのよ。平気で3杯とか食べちゃうの、おかわりしちゃって。で、若い時は、若い時っていうか、あの中学生くらいの時は太んなかったからさ、いっぱい食べてたんだけど、今食べたらさ、重たい重たい。お家だとさ、あ、白いご飯があるなっちゃう。お外で食べたらさ、お金払わないと食べれないからさ、家の中だと、あ、まだおかわりできると思ったら食べれちゃうから。30倍だって。え、なんか若い時ってなんかもうもっとなんかいっぱい背が伸びた時、背が伸びた時、伸びてるのが一年に何十センチ伸びる時とかさあるじゃん。あん時とか絶対太んないのよ。だから本当にいっぱいカレーとか食べてたけど、今は背伸びないからリノも。うん、それからはあんま食べなくなっちゃったかな。外で食べるよ、外では食べるんだけど、家の中はほんとにいっぱいさ、お母さんも食べなさい食べなさいって言って、時間がさ、その遅い時間じゃなかったら食べてもいいのよ、うちのルール。遅い時間だったらやめなさいって言われるけど、そうなの。私が一番太っています。美味しいものいっぱい食べた？うん、カレーは食べ過ぎてしまう。そうなんだよね、でも美味しいんだよね。ピナピナピナッと成長中、成長中か。
だけど久々に明日作ってもらって元気を出すパワーをつけます。でお母さんのご飯食べてないからね。博多に行くとなんて読むんだそれ、太る。わかる。福岡牛も多いもんね。福岡に行くって言った時に友達とかその親戚の方が言われたことは、福岡は美味しいご飯が多いからめちゃめちゃ太るよって、もう幸せなくらい美味しいものが溢れてるよって言われたけど、もう来てみたらその通り。何食べてもどこの店入っても大体美味しいの。うん、しなんか住みやすいですよね。うん、なんかね美味しいんですよ。カレーって太るのかなって。いや、カレー食べたら1キロ太る。1.5キロくらい太る。だから明日何にも言わないでください。うん、だって美味しいんだもん。炭水化物だからかな。ニノに会うためダイエットです。せっせっせっせ。そんないっぱい食べてないよ。こんな大きなカレーの別に食べてないんですけど本当に、まあ、嘘じゃなくて体重計乗れないもん。乗るけど、いや、カレー食べると 1.5 は太る。水飲むからかな困るよね。だからあんま食べないんですよ、家で食べると。外で食べたらそんな太んないんですけど、家で食べるとやばい。おかわりするからかな。どんだけ食べるんだって、どんだけ食べるんだって話よね。笑っちゃう。あ、じゃがいもも美味しいじゃん。で、人参もじゃがいもカレーの時は美味しくて、お肉も美味しくて、ご飯も美味しくて、あと何、うち玉ねぎも入ってるかな。玉ねぎも美味しくてとなったらね。ブン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 。お水飲んで食べてるだって。お水飲んでんのかな。水飲まなすぎて普段強制的にお母さん飲ませられてる。お水を前に持ってこされて。辛くて汗かくからカロリーゼロ、そういう風に言うファンの方めっちゃいるんですよ。でもそれは甘いですよくさ、ドーナツは丸いからカロリーゼロとかさ、アイスは何、水だからカロリーゼロ。絶対違うよみんな。それに甘えちゃダメです。カロリーを見るんです。そしたらちゃんと書いてます。今もそういう風に思っちゃう時あるんですけど、これはね、カレーはとかさ思ったりするんですけどそうそう、なんかあるじゃん、何言う、アイスとか何でもそうになっちゃうんだよね。違うんですみんな。そうなんです。エネルギーを消費すれば、そう、だから次の日頑張ればいいんですね。でも食べたいものを食べるのも大事だと思ってるので、食べたいものを食べましょう。そう、嘘よみんな。あんまカロリー計算とか一日してないんですけど、とは言いながらカロリー計算とかしてて言えばリノはとても拍手なんですが、リノはカロリーゼロをカロリー計算してないので、普段あんま見ない。カロリーをな、1日にどんくらい取りすぎるとか大体あると思うんですけど、あんまりそういうの意識したことなくて、うん信じてたんだって。ごめんごめんね、何でもペラペラ喋っちゃうから。わかるよ、でも気持ちはめっちゃわかるよ。そう、今もそうだった。カロリーがなければいいのにって。そう、
そう、めっちゃ思います。何食べても太らなければいいのにって、体重も変わらなければいいのにとか、前髪とか伸びなければいいのにとかめっちゃ思うんですけど、お茶やろ、お茶やろ、じゃあ明日お茶やろうって思って食べるね、カレーをね。そう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 、面白い。でもみんなそんな気にしてないんでしょ？食べ過ぎたなとか思わないでしょ？プー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 、ニノが心から応援したらカロリーゼロだって。確かにゼロ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 。ニノはちなみにアイドルになる前は一個も気にしませんでした。なんにも。なんにも気にしてませんでしたね。気にするだって。最初に頑張ろう。福岡のオンラインおしゃべり会申し込みました。ありがとう。嬉しい。楽しみだね。ありがとうございます。ありがとう。そう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 。今何時？もう11分やで。11分やで。もう寝る時間。今日一日眠たかった。もうね、もう本当に今日は眠たくて、もうずっとこんな感じだった。なんでだろうな、心がすっからかんなっちゃったからかな。なんかすっごい楽しみなことの次の日ってこうなっちゃうんですよ、リナ。それがね、終わっちゃうとね、あーってなっちゃうから、今日はなんかいろいろ考えてしまった。したらこんな時間になっちゃったんだもん。もう今日終わっちゃうし、いやドゥルルル、ヨちゃん起きて、ヨちゃん起きて。だから来月の楽しみを、来月でね、楽しみを見つけ、おしゃべり会を楽しみに設定しました。あ、ノーパラも楽しみだな、リノ。ノーパラも楽しみだけど、おしゃべり会も楽しみなので、楽しみ、あ、ハウステンボスも楽しみだから、楽しみな、クリスマス公演も楽しみなんですけど、握手会が楽しみすぎたから終わってしまったーって。なんとか症候群っていうよね。ゆっくりしたらいいと思うよだって。そう、ゆっくりしました、アリノ。のんびりしてました。今日お家に帰って7時から22時の間だから、リノリノリが遅れずすみません。燃え尽き症候群、症候群なんかな。あり、かっこいいね、症候群ってね。そんな名前になりたいな、症候群。坂本症候群。よしひろさん、ありがとう。りょうすけさんもありがとうございます。ぴょん。ともちゃん、ありがとう。あ、森尾だ、ありがとう。ぴょん、ありがとうございます。よしひろさんもありがとう。ありがとう。おしゃべり会も追加ありがとう。
アイディパパさん、ありがとう。え、りのみさんだって。名前似てるやん。ありがとうございます。ありがとう、はじめまして。のりさんもありがとう、ありがとう。やば、 RKP さん結婚してありがとうございます。また一人増えてしまった。坂本症候群、かっこいいバンドみたい。犬が男の子、男の子だったらそういう名前にしてほしいな。男の子だったら何がいいかな。めっちゃかっこいい名前にしてほしいですなんかかっこいい名前にしてほしい。でも女の子だからこの名前めっちゃ気に入ってんですけど、男の子だったら何がいいかな。でもお兄ちゃんいそうってよく言われるんですよね。お兄ちゃんはいないんですけど。3文字がいいな。マロンだって。カタカナマロンね。確かにまこたんはひらがなマロンだからね。おくじいさん、ありがとう。ぷやん。でもリノ生まれ変わっても女の子がいいです。生まれ変わっても女の子がいいし、生まれ変わってもリノがいいけど、男の子に生まれたらって考えたことがある。うん。え、2文字が憧れるようだって。嘘。じゃあお母さんに言っとくね。ゆうきちゃんが2文字に憧れてましたってそうなの。ひらがながいいだって。ひらがなや。今森尾って、はやてくんなんか面白いね。いそう。うん、ひらがながいいらしい。そうね、お母さんがひらがながいいってつけてくれたんですよ。画数も少ないのでめちゃめちゃいいです。男の子の名前は難しいね。生まれ変わったら人間がいい？いや、それは迷うね。生まれ、あ、うん、うん、うん、人間。人間がいい。リノって名前かわいい。ありがとう。名前二文字仲間としては嬉しいです。え、本当に？でもリノって言いにくいんですよね。リノ。あの電話とかリナさんって言われる。うん、リノ。お疲れ様です、お疲れ様です。そうなの。なんでこの話になったんだっけ。結構そろそろ終わろうと思ったんだよねてれてててて。てそうなんです。なんでだっけ。あ、そうだ、燃え尽き症候群からの坂本症候群になりたいと言って犬の名前になったんだね。犬ちゃんってこれからもいっぱい呼んでください。まあ何でもいいんですけど、あだ名特にないので。犬ちゃん、リーノ、犬ちゃん、リノ、リーリノちゃん、リノ、ない、それ以降が。あ、でもこの前リーゴって呼ばれる方いましたね。リーゴ、あ、ありがとう。29日の脳内パラダイス公演、イエイ。まあ何でもいいのでいっぱい呼んでください。リノちゃん、リノちゃんって。ふむふむだって。ふむ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 。りょうすけさん、ありがとう、ありがとうございます。ペンライト、はい、では終わりにしたいと思います。終わっちゃうよ。13位がウィンパディさん、ありがとうございます。12位がアイリーパパさん、ありがとうございます。11位がヨシヒロさん、ありがとうございます。9位、
10位がマナフィー、ありがとうございます。9位がマトンさん、ありがとうございます。8位がソムイン、ありがとう7位がトモちゃん、ありがとうございます。6位がラベタカさん、ありがとうございます。5位がポカモン、ありがとうございます。4位がコムさん、ありがとうございます。3位がタルの魚さん、ありがとうございます。2位がクワちゃん、クワちゃんありがとう、ぴょん、ありがとうございます。1位がパッパカパーン、パッパッパーパンパカパーン、りょうすけさんでした。ありがとうございました。今日は来れたのね、ありがとうございます。ありがとう、りのでした。パチパチ、あ、みんな拍手上手。拍手は大事、拍手は大事。では今日は終わりにしたいと思います。おやすみ、ありがとうございました。寝ましょう。パチパチ。明日は夜にしたいと思います。遅い時間まで起きてくれてありがとうね。今23時20分。おやすみ、ありがとう、起きててくれてごめんね、遅くなって。バイバーイ、ありがとうございました。いい夢見てね。バイバーイ。